こんにちは、薬剤師の宮山です。今日は漢方液性剤解説シリーズ、芍薬肝臓湯について勉強していきたいと思います。この動画では芍薬肝臓湯の構成生薬、効能効果、作用基準、用法用量についてポイントを解説していきます。まずは芍薬肝臓湯の構成生薬です。芍薬肝臓湯はその名前の通り、芍薬と肝臓 二種類の使薬から構成される非常にシンプルな処方となっています。また肝臓は甘い草と書きますが、肝臓の主要成分であるグリチルリチンは天然の甘味料としても用いられています。そのため釈迦薬肝臓湯は非常に甘くて飲みやすいというのが特徴です。抗生使用薬の薬納については漢方医学的な解説は省きますが、ここでは釈迦薬と肝臓は、 いずれも緩急室の薬のを持ち、芍薬肝臓とは筋痙攣に対して。鎮経鎮痛剤として用いられることを覚えておきましょう。次に芍薬肝臓とエキスカリウの効能または効果を見ていきます。医療用漢方製剤芍薬肝臓等の効能効果は。急激に起こる筋肉の痙攣を伴う疼痛、筋肉関節痛。 胃痛腹痛と記載されていますここでのポイントは骨格筋系、平滑筋系両方の痙攣頭痛に使えるということですまた使用目標には釈迦肝臓等の使い方に関わるポイントが記載されていますそれは豚腹という記載です頓服とは1日に何回と決めず症状が出た時に服用することという意味があり釈迦肝臓等は速効性がありますので 基本的には、豚服で使用すす。るのが望まましいい薬剤となっていますちなみに薬局で購入することのできる一般用漢方製剤、尺薬肝臓等の効能効果は、体力にかかわらず使用でき、筋肉の急激な痙攣を伴う痛みのあるものの次の所象、こむら返り、筋肉の痙攣、腹痛、腰痛ということで、こちらも骨格筋系、平滑筋系、両方の適用が記載されています。 では、釈迦肝臓等の臨床データを見ていきましょう。これは、釈迦肝臓等の臨床報告の一例です。まず、骨格筋系の痙攣・痛みに対する報告としては、小村返り、ぎっくり腰、しゃっくりなどがあります。しゃっくりは、横隔膜の痙攣であり、例えば、抗がん剤やステロイドの内服により、副作用として発生するしゃっくりに使われることがあります。 次に、閉活筋系の痙攣・痛みに対する報告としては、月経痛、腹痛・尿路結石による腺痛発作、さらに、大腸内視鏡検査時の苦痛の軽減という報告があります。釈迦肝臓等といえば、やはり小村帰りですが、この研究では、透析中に小村帰りが起こったときに、血液透析による除水を中断し、釈迦肝臓等を一袋内服すると、 ふくらはぎの小村帰りに対しては約5分で効果があったという報告です小村帰りに対して速効性があることはよく知られていますのでハイキングや登山での小村帰りマラソンやゴルフなど各種のスポーツで起こる小村帰りにもよく使われていますまた予防的な効果もありますのでスポーツの前に一袋飲んでおく方法や朝方に足がつってしまい 激痛で飛び起きてしまうような人は夜寝る前に一袋飲んでおくというのも良い方法ですこのように筋経齢に対して治療にも予防にも使えるのが釈迦肝臓等です平滑筋系の報告では大腸内視鏡検査時の苦痛を軽減するというものがありますがこれは予防的な効果を期待しています具体的には大腸内視鏡検査の30分前に 釈薬肝臓等 5g を内服しておくことで検査中の痛みが軽減するというものですこの他にも写真のように釈薬肝臓等溶液を作り大腸内視鏡の先端から大腸粘膜に直接噴霧することで腸管痙攣を抑制しスムーズな検査が可能になるという報告もありますこの動画の概要欄に論文のリンクを貼り付けておきます 釈迦肝臓投与液を直接噴霧した時の写真が提示されていますのでぜひ確認してみてくださいこれまで紹介してきたように釈薬肝臓等は骨格筋、平滑筋に対して作用を示すことが分かりましたでは心臓、心筋に作用して何か悪さをすることはないのか心筋に対する話題としてオックスフォード大学からのデータを紹介したいと思います 2015年の英国生理学会にてオックソード大学生理学教室から「借薬肝臓等に関する2つの発表がありましたこの研究に関わったデニス・ノーブル先生は心筋電気生理学の世界的権威であり英国生理学会、米国生理学会日本生理学会の名誉会員でもありますデニス・ノーブル先生の教室で行われた借薬肝臓等の骨格筋、平滑筋 および心筋に対する作用では閉合筋や骨格筋に対しては釈迦肝臓等による明らかな筋脂肝作用が認められましたが心筋に対しては問題になるような影響は与えなかったという内容になっていますそれでは効能効果のまとめです釈迦肝臓等は骨格筋、閉合筋両方の痙攣疼痛に用いられる漢方薬でその効果には速効性があり 治療的な使用はもちろん、予防的な投与も有効であるということでした。次に、灼薬肝臓等の作用機序について確認していきます。この図は、筋肉で痛みを伴う痙攣が発生し、その痛みのシグナルが一次ニューロンを通り、脊髄広角で神経を乗り換え、二次ニューロン、三次ニューロンと脳内で痛みを感じるルートを示しています。 また、人の体の中には、加工性疼痛抑制系と呼ばれる痛みの伝導にブレーキをかける神経系が備わっていますが、芍薬肝臓等の芍薬の成分、ペオニフロリン、アルビフロリンは、加工性疼痛抑制系を活性化することで、痛みの伝導にブレーキをかける作用を持っています。さらに、痛みの発生源である筋肉の痙攣を解除するのは、肝臓の成分、イソリクイリチゲニン、 リクイリチゲなどが関与していることが分かっていますこのように芍薬肝臓糖は芍薬の鎮痛作用と肝臓の鎮系作用が組み合わさり痛みを伴う筋経齢に効果を示すと考えられていますでは、作用基準に関わる有効成分は芍薬肝臓糖を内服したときに速やかに血中に吸収されるのでしょうかそれを検証するために行われたのが 健常人ボランティアに対する釈薬肝臓と蛍光投与後の有効成分の薬物動態プロファイルという研究ですこれによるとペオニフロリン、アルビフロリン、イソリクイリチゲニンが釈薬肝臓と蛍光投与後、速やかに血中に吸収されているということがわかりましたでは最後に釈薬肝臓等の用法用量について確認していきます 芍薬肝臓等の用法用量は成人一日七点五グラムを二から三回に分割し。食前または食感に経口投与すると記載されています。また、芍薬肝臓等の添付文書には。医療用漢方製剤の中で唯一。用法及び用量に関する使用上の注意という記載があります。本来の使用にあたっては、治療上必要な最小限の期間にとどめることとあります。ただ、これには。 明確な日数制限はありませんしかし釈薬肝臓等には低カリウム結晶や不死を引き起こす肝臓が多量に配合されていますので副作用を回避するという観点からも頓服的な使用など最小限の投与にとどめることが大切ですつむらの医療用漢方製剤における肝臓の含有量を確認すると肝臓の配合量が一番多い処方が釈薬肝臓等となっています また、処方全体の約7割に肝臓が配合されており、漢方薬の併用するときには、肝臓の重複にも注意したいです。これは、津村釈薬肝臓等の副作用に関する内容です。津村釈薬肝臓等は、副作用発現頻度調査を行っている漢方薬で、その調査によると、2975例中33例に副作用が発現し、副作用の頻度としては、 1.1%と記載されています。また、重大な副作用の中に、肝臓が原因となるギ・アルドステロン症の記載があります。ギ・アルドステロン症の初期症状としては、血圧の上昇、腐臭による下肢のむくみ、体液処理に伴う体重増加などがありますので、肝臓の副作用を早期発見するためにも、このような初期症状を見逃さないことが大切です。 ででは、用法要領のまとめです。添付文書上は他の漢方薬と同様に1日7.5グラムを2から3回で服用すると記載されていますが、芍薬肝臓等は肝臓の配合量が多く低カリウム結晶などの副作用が起こりやすい処方のため基本的には痛いときに豚服的な服用または、こむら返りが起こりそうなときに一方の予防的投与が良いと思います。 今回は、芍薬肝臓糖について勉強してきました。芍薬肝臓糖は、切れ味が良く、速効性があることが特徴で、各種の筋経齢によく効きますので、うまく活用したい漢方薬です。それでは、本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。